流れるは、1955年に雑誌、慎重に連載され、翌年出版された、高田綾の小説。1954年にデビューした、高田の作家としての名声を確立した傑作である。自身の体験を踏まえて、華やかな下流界と連絡する、芸者置屋の内実を描き切った作品。第3回新重者文学賞と、 第13回日本芸術院賞を受賞した。ラジオ、テレビ、舞台で上演され、またナルセ・ミキお監督で映画化もされた。戦後間もないある年の師走、川沿いの芸者沖や、津田の家には、老練で、芸達者な主人と、彼女の娘の勝よ、名の与なごとその娘の藤子が住んでいた。通いの芸者は、最盛期には七人いたが、今は染めか、の子、 つたつぎの三人である。しばらく、前までいた雪丸は旦那を持って出て行き、奈子は、借金を踏み倒して失踪してしまった。その奈子のおじののこぎり山主人の姉で、夜なごの母親の岸もがみなどが頻繁に出入りしている。そうした、苦労と、の世界に、素人である中年のご家リカが、住み込み女中として勤め始めた。リカは言いにくいからと主人に、 お春と呼ばれるようになる。華やかな下流会の様々な出来事が、理科の目を通してよどみなく、語られていくが、理科は大晦日に風をこじらせ、獣子の家で静養をした。七草明けには回復して、スタの家に戻り、再び日常が始まるが、スタの家の調落は日に日に明らかになっていく。川向こうの料亭の女神南鳥や、秘書役の男性再起などが、新たに登場し、 主人一家や芸者たちの人間模様が赤裸々に綴られる。1904年東京府南葛飾郡寺島村に生まれた高田綾は6歳で実母を亡くし、ママ母は流待ちがあったため、早くから家事を行っていた。24歳で結婚し、翌年娘を産むが34歳の時に離婚し、娘と共に実家へ戻った。父、高田露伴から、 文学の手ほどきを受けていたが、1947年父が亡くなると父の思い出などを文章に綴り発表していた。1951年職探しをして11月に台東区柳橋の芸者置きや富士相模に住み込みの女中になる。しかし12月下旬に体調を崩し、翌1月に自宅に戻り2ヶ月余り床に伏せった。流れるではこうした自身の体験を軸に、 幼い頃から親しんだ、隅田川沿いの風景と街並み、人々の暮らしぶりを背景にして、物語が進んでいく。高田ダは父親に関する文章を綴っているが、親の血だの、筋だのと言われると息が詰まって、何か、やたらと、無本気が起き、どこか別のところで暗記な呼吸がしたく、若気の至りで勤め口を探したのが、川を下ったそこだったと後に記している。 タイトルの流れるについて作者は幸せになってあちらの方へ遠く離れていくのを見そうつていることのように思われると書いている。また幼い頃から川に親しんでいた作者は川に架かる橋の手前でいつも止まって周りの景色を眺めており水は流れるし橋は通じるし流れるとは大したけれど橋手前のあの太ためらふ心には強く惹かれているとも書いている。 高田綾全前集第23巻初集著作年表及び国立国会図書館 NDL オンラインより編集高田綾全前集第23巻初集年譜より編集流れるは1956年に公開された日本映画制作配給は東宝モノクロスタンダードストーリーはほぼ原作のまま受け継がれているこの時期のなるは 前年に公開された浮雲でキャリアの頂点を極めていた。他の作品でも見られる女性を中心に人物を情感豊かにリアルに描く手腕は本作でも遺憾なく発揮された。特に本作では大勢の登場人物それぞれに明確な個性を色付けしており、キャスト連の迫真の演技と相まって肉厚で豪華な作品となっている。キャストには田中絹代、 山台鈴、高峰秀子という日本映画界を代表する名女優を三枚看板に用し、岡田真理子、杉村春子、中北千恵子、香原夏子らが脇を固めた。さらに、日本映画史上初のスター女優で、当時すでに一線を退いていた、栗島澄子が特別出演を果たし、強烈な存在感を見せる重厚な演技で王子のファンを歓喜させた。 カ流会という舞台設定と合わせて、まさに女性オールスター映画とも呼ぶべき絢爛豪華な顔ぶれとなっている。男優では、宮口誠司、加藤大輔、中谷昇、佐田豊からが出演している。スタッフにおいても、ナルセ組の名スタッフが結集し、ナルセ映画の真髄を極めた作品となっている。大きな川のあぜにある沖や、蔦のノに、新しい女中がやってきた。 リカという名のその女性は、女主人ツタヤツに気に入られる。懸命に、ツタの矢に尽くすリカだが、当家には落泊の匂いが立ち込めていた。ありがとうございます。